そうですね、1年目は僕の大好きなファッションとファッションかける藤原大祐というところで、僕のテーマをお話し合いしながら洋服を選んでファッションに関するテーマで1年目の連載をしました。そして2年目も継続させていただけることになって、何かそのエッセンスを入れたいというか違いを入れたいなというところで、ちょっとユーモアを入れてユーモアのある写真を取り入れたいということで、フォトグラファーのマルコさんに協力していただきながら、毎月毎月いろんなテーマでちょっと違和感のある写真というのをファッションもありながら撮影をしたという感じになっています。そうですね、やっぱり変わったことといえば、もちろんその17歳から19歳というところで身長とか見た目とかも変わったとは思うんですけど、やっぱり一番変わったのはある一番嫌いだった食べ物、まあ、2番目ぐらいに嫌いだった食べ物がかなり上位に入るくらい好きになったというところです。それが、今回の洋服からもちょっと分かっていただけるかと思うんですけど、納豆、今回その納豆が好きになったというところでこの衣装を選んだんですけども、納豆が好きになりました。年末年始は親が旅行に行っていたので、そのアンドレと言われる僕の8キロのトイプードルがいるんですけど、それが親と一緒に暮らしていたので僕の家に来てアンドレの世話をして過ごしてました。あとは友達と会ったりもしてました。そうですね、でもやっぱり健康第一で、あとはなんかその関わってくださる方が増えてきたので、なんかそのそばにいる人をとにかく大切に、なんかチームで頑張っていきたいなという気持ちがあるので、はい、そばにいる人を大切に頑張りたいと思います。